小林里氏、小林里氏、小林聡る、1959年4月5日対は、囲碁騎士。日本記院理事長、2019年4月対、北に実る球団門下、球団。第19期棋聖、第20期五聖、サムスン火災灰世界オープン戦準優勝など。第29回起動賞最優秀騎士賞受賞。 北に道場の中で最も若い七大タイトル、獲得者、門下では七人目で最後の獲得者。形式で四人皆プロ騎士でその末っなお、同性の小林光一名誉三冠は、同じ北に門下の兄弟子ではあるが、血縁関係はない。長野県松本市に生まれ、プロに二種を置けば負けないほどの実力の父に、三歳からスパルタ教育を受ける。 1966年に本格的な修行のために一家で東京に移る。長氏の千住は6歳から一時期、北にの内弟子となっていたが、状況と共に4兄弟で北に道場に入門し、翌年の8歳の時から内弟子となり、その翌年には通い弟子に戻る。加えて高雪は、経営者の富田忠夫八段、佐藤氏は岩本香る九段にも支持する。 佐藤氏が内弟子になった1967年頃、内弟子にはすでに成人した石田義現、二24世本因坊や加藤正夫、現、名誉王、入団したばかりの小林光一、現、名誉帰省、名誉名人、名誉五世、長智君、現、名誉名人らがいた。道場では、信田成人という中学生にもかかわらずまだ休医者で、 サトシも年下だったが7個をかせて打っていた。文下生がいたのだが、なんとサトシを追い越し先に、プロに入団してしまう。これにサトシはショックを受け刺激になり、兄弟では1972年の戦時に続いて、1974年に入団。定団時代から好成績を上げ、同年代の山城博片岡サトシ、王立生などと、好ライバルであり、片岡、王。 荒垣武氏、賢治らと研究会を行い、かぐら坂グループとも呼ばれた。1976年4段、42勝10敗の成績で、起動賞新人賞。1981年に、堀越高等学校で同級生だった女優の村地博美と結婚。1984年に、囲碁クラブ史主催で、既成、名人であった、長地君と、山城、王。 佐都市の三人による、新選組による、必殺打ち込み符を一年間行い、一時は西に打ち込まれるが、最後は互い戦に戻した。同年八段。1986年の第二回、日中スーパー以後では五人抜きを達成。1987年九段。1992年に、IBM 早号オープン戦優勝。 同年から兄弟子の小林光一五世に三年連続挑戦するも敗退。1995年最高騎士決定戦で森田道博七段、工藤のり九段、兄弟子の加藤正王,王座、決勝三番勝負で同じく兄弟子である小林光一名人に半目負けの後に連勝して優勝。第19期規制への挑戦権を獲得する。 犠牲戦では本因坊を6連覇し犠牲も含め3冠を、取っていた同じく兄弟子の超畜君犠牲、本因坊王座に挑戦し1勝2敗の後3、連勝して4勝2敗で初の7代、イトルとなる犠牲位を獲得。同年 NHK 杯で決勝で、清成哲也九段に勝ち優勝。第20期5聖戦で、林美穂を3勝1敗で破り、5聖位を獲得。2冠となる。 起動賞最優秀喫賞受賞。賞金ランキングで自己最高の2位につける。翌年、蝶に帰省位を奪還され、その翌年に再挑戦するが破れる。2000年12月、隆二君の方をグラスを持った手で打ち、負傷させる事件を起こした。酒の席での出来事であり、喧嘩をしていたわけではなかったが、グラスが割れたことで柳に負傷を負,傷を負わせたこともあり、同月に、 日本棋院は小林に1年間の謹慎処分を言い渡した。小林はこの件に際して引退願いを提出したが、日本棋院は小林が十分反省しており、将来の囲碁界のため尽力するのが一番と考え、引退願いは預かりとした。2005年、第30期名人戦リーグで7勝1敗で、山下敬吾天元とのプレイオフとなる。 挑戦者決定プレイオフで一目半勝ちし、名人くらい初挑戦となる。チョーク名人王座との七番勝負は、開幕3連敗するも3連勝し、開始、第7局まで持ち越せたが、中押し負けで敗れた。2006年には、賞金ランキング6位。2007年に、第31期規制戦 B リーグを4勝1敗で1位、通過。 A リーグ1位の羽根直樹球団との挑戦者、決定戦で中尾氏勝ちし10年ぶりに、帰省位挑戦者となる。しかし山下敬吾規制に4連敗し敗退。2011年12月1日、通算戦勝達成。日本金騎手として、史上14人目。2013年、第3回マスターズカップ優勝。賞金ランキング8位。2015年、 第5回マスターズカップベスト4。2016年、第6回マスターズカップベスト4。通算1100勝達成。2017年、第7回マスターズカップ優勝。2019年4月2日、同年3月に辞任した段広明の後を受けて、日本議員理事長に就任。5ワー,ールド市では、2005年、女流プロ、ここが強い。2006から7年、 サトルの目、甘ダ団の目、2008年、ビストロサトル定石選択のレシピ教えます。2009年、ビストロサトル工房の基本レシピ教えます。と、講座を長期連載。趣味は、競輪で、競輪は、知力、囲碁は、体力の語もある。厚みを重視した柔軟な気風とも言われるが、本人は読みを基調とする語といい、特に、 超都の7番勝負因果は鋭い踏み込みのあることなる。国際棋戦、国内棋戦、他。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。